昨日より君が好きなのに、昨日みたいにうまくできない。二人がはしゃいだ言葉はあっという間に忘れてしまった。並んで座ったベンチで手をつなごうか迷ってた。なぜか君にだけ僕が伝わらない、それだけわかった。捨てるように日々を生きてきたけど、君は僕をまともな怖がりに変えてしまった。毎日君を抱きしめてもどんなに強く抱きしめても 0.1 ミリの不安が挟まった。抱きしめても